前田です。今日土曜日の休みということで、畑の見回りということで、もう今日月末ですけど、はい、毎度まみちゃんです。なんちゃって、前田です。私がですね、なんで最近芋動画じゃないですけど、芋になんでこう最近力を入れてるかっていうのはですね、まあ、半農半漁でもいけねえかなということで芋を作り始めました。まあ、後藤って言ったらもう芋がだいたい主流なんで、主流地がやっぱ有名なんでですね。で、意外とこう手がいらないんですよ。痩せた土地でもこう育つけん、やっぱ。そういう感じでやっぱ、ただ掘るのが大変なんですけどね。そこまで考えてなかったんですよ。その植えるまでは楽しいんですけど、それから後のことがちょっと過酷なことちょっと考えてなかったもんで。だけど、まあ、先々はもう、漁師から今度でもしかしたら、後藤の農業、後藤のお百姓さん、ヤシチコは名前が変わるかもしれないんですよ、もしかしたら。そんなイメージもあるとですけど、まあ、とりあえずは今、半農半漁でやってるんですけど、まあ、養殖とか、ほら、魚のイメージと違って、なってみろるかみろらんかがちょっと怖いところあったんですけど、まあ、でもそれはそれでまた、こう土いじりがまた楽しいのがちょっと一つ分かったもんけ、やっぱ、頑張ってみようかなと思ってますので、今後ともこう動きたい、してください。よろしく。自然薯の山芋なんですけど、本当はですね、皆様にこうだんだんこうね、芽が出て、でつるが伸びてくるけん、その網を張ってこう段階的にこう取ればよかったんですけど、途中の経過が取れなかったことは本当皆様に対して本当失礼、ごめんなさいっていうことで、で一応今のところ順調に自然つるが伸びてですね、要はその芋がですよ、そのなんだっけ、スレートをこうパイ、雨どいのスレートをこう斜めに海の中、海の中ちゃうわ、斜めに海の中、海の中ちゃうわ、土が埋めちゃってまって、それに砂にこう沿ってね、こうひゃってこう伸びてくれよかっちゃまって、まだちょっと大丈夫かなっていう不安があったんですけど、まあ一応 7個苗場植えて、今のところ7個順調に今伸びてるけ、まあこうご期待ですね。何とも言えんもね、こればっかりは。ほんまにそんな感じです。またちょこちょこまた動画に入れたいと思うんで、またその辺はまた楽しみに待っていてください。最後になりましたけど、芋動画とかですね、もう今回300回ということでですね、もうますますこれからの動画配信がですね、また重要になってくるかろう、なってくるんではなかろうかと思ってます。まあそれによってですね、まあ私自身もまあもう年も27ちゃうわ、27ちゅうこうよか年になってきてるんですけど、まあこれからますますですね、じゃんじゃんパワーアップしてですね、パワーアップってまだ筋肉がなかったやばって、またプロジェクトの方もですね、プロジェクト Y って何でかって、ヤシやけん Y やばって、またいろいろと考えてますんで、また今後の動画をですね、こうご期待ちゅうことで、皆さん楽しみに待っとってください。ギバリーマス